こんにちは、斉藤です。今日はワンポイントレッスンということで、バランスボードを使った、トレーニング方法ですね。室内でできるトレーニング方法っていうのを紹介していきたいと思います。はい、ではですね、バランスボードをやっていく中で、バランスを取るだけじゃなくて実際に動きに合わせて、トレーニングをしていくっていうことができるので、その方法ですね、紹介したいと思うんですけど、まず動きの方ですね。動きの方をちょっと確認していきます。はい、では動きの方で確認していきたいと思います。まずはこういった2つですね、椅子を用意してください。家であれば椅子あると思うんですけど、椅子かもしくはストックでもいいんですが、椅子の方が安定しているので、バランスの、トレーニングというよりは動きの方トレーニングなので、安定させた状態でやってみてください。はい、でまずはですね、この状態でこうやって、バランスボードに乗っていきます。はい、で、乗った状態でですね、腰をですね、こうやって回していくんですね。で、腰を回すっていうよりは足を回した動きに合わせて腰もこうやってついていかせる。こういう動きができるようになってくると、肩はしっかり下に向けたまま、腰を回していく。ここですね、ここ、自分の胸より下でひねっていくっていう動きができるようになってくると、特に小回りとかでローテーションしてしまうっていうこともなくなってきます。肩をしっかり下に向けたまま足をこうやって回していくっていう小回りですね、ができるようになってきますので、こういうトレーニングですね、肩を下に向けたまま足、回した結果腰をしっかり回旋していくっていう、動きをですね、体にしっかりと、こうやって覚えさせてみてください。はい、でこの時にポイントとなるのは、動かした足に対して腰がちゃんとついていけてるかどうかっていうところですね。足だけこう前に出てしまって腰がついてこない、外足がこう伸びてしまうっていう状態、これは、足を出してるだけなのでスキーの角も立ってしまってブレーキになりますし、腰が回ってこないからあまりこういい、腰回転の滑りではないので、ちゃんと足、例えば外足のかかと、前に出す足のかかとの上にしっかりと腰が乗っかってる状態、こうやって逃げないで一緒にこう動いていく、はい、こういう動きですね。足を出すときに、足を出していく動きに合わせて腰、外腰をしっかりとついていかせる、はい、こういう動きを、しっかりとこうやってゆっくりで構わないで確認しながら、ちゃんと、自分の腰がついていっているかなっていうのを確認してやってみてください。はい、で僕はですね、こっちは得意なんですけど、今度左足を前に出した時っていうのはこっちちょっと苦手なので、あまりこう動きにくいんですが、そういうのはですね、確認しながら両方ちゃんと同じような動き、量だったりとか方向までちゃんと、動けてるかどうかっていうのをですね、トレーニングしてみてください。これが感覚がですね、ちゃんと左右一緒になってくると、雪上行っても同じような感覚で、滑れるようになってきます。やはり雪上でやるだけだと不安定なところでやってしまっているので、すごくですね、効率が悪かったりとか、なかなかうまくできなかったりするんですけど、それをこうやって家の中でやると、安定したところでできますから、ちゃんと動きをしっかりこう確認できる、細かいところまで確認しながらできるというところが、ポイントだと思いますので、ぜひですね、家でやってみてください。はい、ということで、ぜひですね、バランスボードを使ってトレーニングしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。